どこ？さくら、油断するな。サソリは目の前じゃ。まさかヒルコが壊されるとはな。そこの女、褒めてやる。遊びは今日で終わりじゃ。サソリよ、覚悟せい。さて、そう簡単に行くかな。千代婆様よ。千代婆様、こいつがサソリ？どういうことじゃ。昔のまま年を取っておらぬ。とっておきを見せてやる。殺すとき苦労したコレクションだが、それだけに一番気に入っている。それはまさか。何？どうしたんです？それは三代目風金。さて、やるか。さてと、カカシが追いつかねえうちにあの人中力を始末するか。うん。チョコマが逃げてねえで、俺と勝負しやがれ。つくづく変わった人中力だな。こいつを除き、今までに2匹人中力をオイラの仲間が倒したんだがな。そいつらの仲間も里の者も誰一人として助けようとする奴はいなかったらしいぜ。うん。それどころかむしろ喜んでくれる奴がいたそうだ。お前もそうなんだろう。ん？めえ！二度と喋れねえようにしてやら！そいつは楽しみだぜ。こら！影分身の術！次のは早いぜ、大ヒン！影分身の術！次のは早いぜ。やばいやばいな。うんうん。おい、ああ逃げらんねえって。ああっ、万力を捨てるんだ。万力を捨てるんだ。腕試しのつもりだったが、なかなかやるもんだ。そろそろ粘土も残りわずかか。ここらで蹴りつけねえとな。ガーラを返す気になったかよ、おい。勝ったつもりなら大間違いだぜ。うん、だった。
てめえはガーラとかいう人中力より弱え。オイラが本気出しちゃいねえの分からなかった。ああ、悔しかったら死ぬ気でかかってきな。かもなきゃてめえも死ぬことになるぜ。ガーラとかいう人中力と仲良く一緒にな。ああ、ついにてめえだけは絶対許せねえぜ。ん？やがったか。これはもう一度カカシを引き離さねえと。待て、ナルト、俺から離れすぎる。ほっといてくれカカシ先生。あいつを倒してガーラを取り戻すんだ。バカ、落ち着け。お前一人ではどうにもならんだろう。そうそう、弱いてめえはガーラを取り戻せねえぜ。うん、やってやろうじゃねえか。待てって言ってんでしょ。大丈夫だ、必ずガーラ君は取り戻す。でもどうやって。俺に作戦がある。ナルト、耳を貸せ。